どうもしゅんです。こんにちは。まこなり社長さんにお越しいただきました。初めまして、よろしくお願いします。まこなり社長さんを知っている方がほとんどだと思うんですけども、簡単なご説明をさせていただきますと、リブ株式会社という会社さんの社長さんで、テックエキスパートっていうプログラミングスクールを運営されている方です。で、YouTube チャンネルももうめちゃくちゃ登録者数がもう僕より10倍ぐらいいまして、まこなり社長さんの考えであったりとか、できる人の条件みたいなところを僕からお聞きしたいことをいっぱい聞けたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まこなり社長さんに聞きたいこと何個もあるんですけども、中でも一番聞きたいこととして、まこさんが考えるできるビジネスマンの秘訣といいますか、できる人の条件みたいなところを聞きたいなっていうふうに思っています。一番思うのは、自分の言いたいことを言うことですかね。みんな言わないじゃないですか。そうです、自分がこうしたいとか、はい、ああしたいとか。みんな常識人間なんですよ。僕はいつも常識人間やめようって言って、本当に口癖のように言ってますけど、はい、みんな他人にどう思われるかとか、上司にどう思われるかとか、そういうことばっかり気にして、結局自分の言いたいことを言わないし、行動もしないと。誰でもできる仕組みを作るのが会社の役割なんで、はい、仕組みに乗っかって言われた通りにやるだけだったら、これ一人一プレイヤーですよね。はい、上の人が決めた、ここまでできれば100点満点ですってやり方があって、そこのうちに自分が何点まで来ているのかで、結局他の人との戦いですよね。でも仕事ができるっていうのは、この100点を超える人なんですよね。なるほど。上の人が作ったマニュアルを超えていける人、はい、でもそれためにはもちろん上司の言うことを無視しちゃいけないし、会社のマニュアルを無視してもいけないし、会社の行動原理を理解した上で自分なりに考えて、いや僕はちょっとこうした方がいいと思うんでやらせてくださいとか、ちょっとやってダメだったら諦めるんでチャレンジさせてくださいとか、こうまくコミュニケーションして自分の言いたいことを言って、そのマニュアルのさらにその上の成果を出せる人、そこの第一歩が今言った自分の言いたいことをちゃんと言うっていうことだと思いますね。それが仕事のできる人の定義。一緒に働きたい人っていうのは学生の中で多くたくさんいらっしゃると思う。やめた方がいいと思いますけどね。僕と一緒に働くとかもう死にますよ。死にますかね。もうめちゃくちゃきついと思いますよ。いや、僕の下にいるってことは、はい、教育しなくていいっていう前提ですからね。なるほど。教育しなくていい。いや、僕は教育しないですよ。放任っていうことですかね。いや、放任もしないです。もうひたすら絶望的に高い理想を与えて、はい、日々絶望させます。僕の下につくってことは、この会社で一番時間的価値が高い人の時間を使うってことじゃないですか、はい、で僕が一社員の教育に時間を使うっておかしくないですか。そうです。僕がやるべきは会社の戦略を立案するとか、はい、その戦略を実現するためのいい組織を作り上げるとか、その意思決定の仕事に 100% 僕は注力すべきであって、一人一人のどうしたらいいと思うとか聞いてたら、なんか僕のリソースもったいないじゃないですか、はい、だから僕の下にいる人たちっていうのは、自立して目標だけ与えたら自分で考えて成果を出せる人だけですよ。基本的に自走できる人。そう、そうです。役員もみんなそうです。それできないんだったらやめた方がいいです。学生向けに分かりやすく言うと、ゲーム強い人ですかね。カードゲームでも何でも、対人コミュニケーションがものすごく苦手とか、はい、そこまで来ちゃうとさすがに無理なんですけど、はい、たくさんある変数の中から、はい、法則性をいち早く見出すこの能力が高い。なるほど。勝ちパターンを早く見つけるのがやっぱ上手いってことは、器用なんですよね。この会社でっていう前提だったら、はい、今みたいな全然厳しいことを言うつもりは一切なくて、はい、もちろん経験値は全く違うし、しっかりと成長できる研修とかを作り上げてるんで、はい、そこをメリットを享受してほしいなって思いますけど、どっちかというとこういう人がいいというよりこういう人が断りっていう方が多いですね。まず分かりやすいのは喫煙者ですね。毎回話題になりますよね、はい、もういいだろうってちょっと思ってるんですよね。いや、まず成長を第一目的にする人も断り。なるほど。まあ、成長するというよりはうちはすごくビジョナリーな会社なんで、全ての人が幸せに生きる世界を作るというビジョンがあって、そのために会社存在するし、まあ、そこに人生の時間を使うことを価値と感じられる人、あとは感情的になる人、まあ、一瞬とかなりますよ、みんな人間なんで、はい、それは分かるんですけど、ちゃんと自制心を持って思いやりを持って行動できる人がいいとは思いますね、まあ、あとは愚痴を言う人、愚痴言う人の理解があまりできないんですけど、なんか不満があるんだったら行動するか、行動した上でダメなら腹をくくってもう受け入れるか、まあそういうものなんで、全てのことに納得できる機会なんてないじゃないですか、人生において。そういう納得できないところも含めて、まあそれでもやるぞと腹をくくってやると、もう一つはもうその環境をやめる、うん、
ん、この3つしかないんですよ、はい、人生でもこの3つのどれも取らずにずっと愚痴を言い続けて自分は被害者のような言い方をする人、この人すごい、ね、卑怯だと思うんですし、やっぱ自分への自信とか足りないんじゃないかなって思ってしまう、うん、うちの会社で働く仲間としては結構高いレベルを求めるんで、はい、私たちとしても見解としては難しいなと思って。なるほど。就活生の立場でリブさんを受けたい人であったとしたらすごくなんか勉強になるお話でした、うん、ありがとうございました。まこなり社長さんの、動画も下の概要欄にあるのでよかったら覗いてみてください。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。We'll be right back.